これから発表を始めます。タイトルは Python パッケージの影響を歴史から理解してみようです。発表時間は質疑を含んで45分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。母さん、ビデオをオンにしてから読み上げお願いいたします。はい。この今回のPyCharm T シャツです。私の名前はクルチョウです。発表のタイトルは Python パッケージの影響をと歴史から理解してみよう。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の撮影写真に投影します。PyCharm JP の行動規範に投影します。はい、ありがとうございます。それでは、母さんを拍手でお迎えください。あ、じゃあ、初めてですか。はい、あ、45分ですね、スタートは。はい。あと1時間20秒ぐらいお待ちください。あ、はい、1分20秒ですね。間違えました。それでは母さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ今回は初めて日本語で発表しますので、お聞き苦しい点あるかと思いますが、よろしくお願いします。Python パッケージの影響を歴史から理解してみようということで、皆さんよろしくお願いします。じゃあまず自己紹介します。Kerr というのはハンドネームです。2017年から、日本と台湾の PyCharm で発表した経験があります。普段は Amazon Japan という会社で Search Engine 開発ソフトウェアエンジニアとして働いています。この発表でお話しするのはあくまで私個人の見解でして、私が所属する組織の見解を代表するものではございませんので、その点だけご了承ください。じゃあ、この発表の流れは二部構成です。まず Python パッケージの歴史を説明します。そして次にコミュニティによる Python パッケージソリューションの営業についてお話します。Python パッケージの歴史に興味がある人向けに参考資料を付録にしています。この発表が終わった後にスライドがアップロードされると思うので、よければそちらを参考にしてください。これからこの発表のきっかけとなった2つの動機についてお話します。一つ目はある日、弊社のBuilderTool Teamが発表しました。
これから内部ツールではなくオープンソース化されている、化されたツールに移行しましょう。大企業や歴史のある会社で働く場合、最初の数ヶ月のキャリアのために会社の内部ツールを学ぶために長い時間をかかった人はたくさんいるでしょう。コミュニティツールを使えれば学習コストを削減できます。でも、それいいじゃないか。なぜ内部ツール廃止する必要があるでしょうか。弊社でコミュニティの Python パッケージソリューションを採用した理由は今回発表の理由の一つです。一つ目動機は PP56 別名メタデータ 2.1 の背景と影響です。PP56 はダスティン・イングランが2017年末に確定された PEP です。彼は今年 PSF のボードオフダイレクターになりました。去年 PyConJP も発表した人です。個人的に PP56 の背景と営業に興味がありました。これが今回発表の理由の2つ目です。それでは、Python パッケージの歴史に行っていきたいと思います。ちなみに Python パッケージとはソフトウェアディストリビューションです。パッケージの中。じゃあ、まず、1991年から Python 1の誕生を始めましょう。ご覧の通り、Python 1誕生の時、Python パッケージ関係あるツールと文献が何もないです。ほとんどすべてのプログラミング言語でパッケージの起源は主に同じ要求からで来ています。ソースコードを他の人に与えることは、そしてソースコードを他の人から取ることは、の2つの要求です。具体的に言えば、すべての作品は他の人を与えることが可能です。もしソースコードは単一ファイルなら、Pastor being gist などに Pastor して交流することができます。その上の部分です。そしてもしソースコードが複数ファイルなら、下の部分なら、その多分 readme のファイルがあるの、複数ファイル、それらのファイルを圧縮してストレージにアップロードすることで交流することができます。そしてすべての作品を取ることも可能です。どこかにペーストしてあるコードなら直接コピーできます。ストレージに圧縮してあるのであれば、それらをダウンロードし回答することができます。ここで言いたいのは、1991年時点でコードこういう方法に関するツールがないということです。プロバイダーによって作品の内容に異なり、コンシューマーはプロバイダーのガイダンスに従って作業を行います。はい。これが Python 1の状況です。約10年後に何が起こったを見てみましょう。2000年から Python 2の始まりについて話します。ご覧の通りね、This Util PyPy Easy Install Setup Tool など、多くのコミュニティソリューションと文献、下の文献は PP、メタデータの定義、が表示されました。
ちなみにこれ These Utils は実際に Python 1の時代に開発されていましたが、PyPI と EasyInstall この2つツール登場するまで These Utils は多く人を知られていませんでした。そのためこの発表では Python 2に込めています。じゃあそれではその一つずつ関連アイテム詳しくて見てみましょう。まずはその与える側の本質の問題。さっき話したの通り、作品を圧縮する方法と従うべきルールがないことです。さっき Python 1の時は、provider 自分のルール定義したけど、今 Python 2の状況はそのメタデータ officially 定義した。この解決するために Python はコミュニティは Python パッケージとは示す多くメタデータあります。メタデータ定義に続いてコミュニティが提供するビュールツール下のビュールツールはもあります。そのパッケージをビルドするために This Utility およびセットアップツールが登場しました。上のコードは、セットアップ .py です。セットアップ .py は Python パッケージの定義および構築するための最も人気あるソリューションの一つです。setup.py はビルド時にメタデータをテキストファイルを収録します。それが以下の RFC 822に基づくインポート可能な AIG のメタデータファイルです。これは実際のメタデータの定義です。ここです。はい、そして、さっき最初の問題は、圧縮する方法と従うべきルール。So, 今、次の問題は、今、パッケージがあるローカルサイトですので、どこで与えるか、そしてどこで取るかの問題です。これを解決するために、Python Package Index、PYPI、はじめに PYPI は、チーズシャープとも呼ばれ、と、パッケージインストーラー、これ Easy Install が2003年の時を登場しました。2007年以下、Python 2はいくつかのマイナーバージョンをリリースしました。または2008年、Python 3を登場しました。各メジャーとマイナーバージョンで動作検証するため仮想環境を作るツール登場した。一番有名のは VirtualEnv と Tux です。この2つのツールは各メジャーとマイナーバージョンの環境で Build Test Release をするために環境構築支援してくれます。2011年に誕生した VEMVForgot to change the page. さあ、今話したのはそれ仮想環境です。2011年誕生の、さっき話したその2011年、誕生した VEMV は、Python 3.3 から、組み込みモジュールになります。そのさっきはその一番有名なタクスとバーチャルです。これは仮想環境関連の、Python 2の、この時点でその問題です。そしてその2011年、その Python 3から2011年の時、Python 3.3 の PB405 VEMV です。はい、これが Python 2の状況です。次にその約10年後に何が起こったか、見てみましょう。
はい。Python2 時代の同様に Installer Tool、ここから PIP と Format、Install Format Wheel と Publish Tool、伝統 Doctrine や、そして今度は PIP Env と Poetry、など新しい Tool が登場しました。多くの文献も登場しました。その下はいろいろな Tool、関係な文献。じゃあ今、関連するアイテムを一つずつ詳しくて見てみましょう。はい。Python パッケージの定義は Python 3の時代になり、さらに進化しています。2013年まで、実はそのメタデータ関連する2つ延期文献があります。PP426 と45これは、メタデータ2.0とエクステンション。でも最後2017年末までにようやくメタデータ2.1ができました。そう。これは、最初私自分の、同期のものです。はい。じゃあここで PP566 による Python パッケージの進化を説明します。新しいメタデータのスキーマでは Python パッケージが TOML、TOMO をサポートします。TOMO は例えば Rust Packaging Tool、Cargo でも採用されたフォーマットです。TOMO ファイルは、外部の設定ファイル、技術言語を書かれています。TOMO を使って作成された Python パッケージはPython のメタデータ解釈し、パッケージをインストールします。Python によってメタデータを解釈するセットアップだ Py と、とは異なり、そのさっきの Python2、Python2 のセットアップだ Py は異なり、汎用性が高くなります。ユーザーがセットアップツールのバージョンを考慮したパッケージを作成する未来に来たときに、外部設定ファイル技術言語でパッケージインストールできる仕組みを便利だということです。ちなみに PP566 がなぜ TOMO を採用した、その理由がわからないですが、同じく TOMO を採用している Rust は、TOMO ファイルは今からでも使えるし、今後も使えるとコメントしています。はい、そして Python 3時代には、バージョンの識別と位相関係の使用を勝利するために PP440 と508で具体な定義が規定されました。まだ位相関係の管理、インストールのために PIP Tool と PIP Sync、という多くのコメントをラップした Tool も登場しました。はい。じゃあさっき Python 2の同じどこで与えるかどこで取るかという問題に対しても改良が、なされました。まずは、最も使われる、パッケージインストール PIP が誕生しました。2018年の時。その Python 3誕生の時。Bento や Trim やフリーツなど複数の公開ツールが誕生しました。その公開ツールは簡単で、パッケージをアップロードしてのツールです。またコミュニティによってたくさんの PyPI の改良をなされました。その PyPI Warehouse。もっとユーザーフレンドリーの、コミュニティフレンドリーの、環境を作りました。ちなみに、
最新の PIP ベータでは位相関係リソーバーの改善も込まれています。詳細については PIP ベータのチェンジログを確認できます。じゃあ取る側は、Installed Python Package Database の具体なインターフェースが定義されました。新しい Install Format Wheel が、定義されたのも Python 3になります。じゃあ今、そのインターフェースと Wheel ファイルを見てみましょう。このスライドは、Database と Wheel について具体例です。上は、Database Interface の例です。Python 3では PKG Resources をインポートして、パッケージの情報、例えばその支援なプラットフォームとディストリビューションを確認できるようになりました。下の Wheel ファイルでは Wheel は新しいインストールフォーメットです。Egg とは異なり Wheel ファイルはインポートができません。そのインストールフォーメットのみです。詳細については、付録のその Wheel History、Wheel の歴史を確認できます。はい。じゃあ、たくさんソリューションがある今日ですが、その Python パッケージに One Solution for All Package 問題がありますか？そうという疑問は残ったままです。これは実際に2014年から Python コミュニティのホットトピックです。最初はデータサイエンスコミュニティのコンダから続いて Python コミュニティの PIPM と今の Poetry などのソリューションがあります。すべてはこの問題を解決することを目的というツールです。これらのツールはview, publish, およびインストールの機能をカバーしています。まだ仮想環境の管理にも使えることができます。はい、以上は、全て の, その歴史の内容です。はい、ここまでの歴史を見直して、そこから何を学ぶことができます。できるでしょうか、何を考察できるでしょうか。では Python パッケージの進化ももう一度見てみましょう。歴史を見ると常にメタデータの定義から始まります。メタデータから。次、その後、メタデータに基づくビュー tool が開発されました。そして作品を公開するための場所とツールを登場しました。その後、便利なインストーラーが、かディプロイツールが開発されました。そして Python が人気になると、幅広いプラットフォームのユーザーをサポートしました。まだ Python が複数のバージョンをサポートするようになると、ライブラリのオーナーとユーザーの両方に対して、複数の Python バージョンをサポートするソリューションを提供しました。Python ではこのパターンが繰り返されてきました。例えば Python、メタデータ 1.0 は、メタデータ 2.1 になり、Python パッケージの定義は進化しました。そして、PyPI から PyPI Warehouse になり、Package Index Solution は進化しました。以上はその歴史から学ぶことです。つまり、もし何のツール今使えるか、多分未来何のソリューションが、開発必要があるとか、歴史のパターンの中になんか理解しています。
では、コミュニティが Python パッケージを提供する前、企業ではどのような挑戦があったでしょうか。ここはその Amazon と Google を考えると、どちらも Python 1時代に生まれました。さらに Python パッケージの標準はないので、タイムラインに何もありません。つまり、これらの会社 には同じ質問があります。どのようにソースコードを他の人を与えるのだろう。そしてソースコードを他の人から取るだろう。つまり、Amazon や Google など、あの時代生まれた会社は、さっき歴史で話したの同じ問題解決する必要がありました。ビュートゥールや、公開ツール、そしてインストーラー、そしてパッケージレジストリーとデプロイツール、どれも必要です。ツールに加えて、位相関係リストラバー、その中に位相関係リストラバーと複数 Python バージョンのサポート、そして、仮想環境のサポートと、複数 OS のサポート、すべては必要です。これらの会社は、コミュニティが取り組みだろう、たように、内部でさまざまパッケージ管理ツールを作りました。さっき歴史から学ぶことの中に、すべてのステップで内部ソリューションが必要です。内部メタデータスキーマと構築ツール、そしてパッケージレジストリーとデプロイツール、すべてが必要です。コミュニティのソリューション登場する前、問題はありません。ですけど、コミュニティがパッケージ管理ツールを提供した2020年でも、Third Party Packages はすべて内部ツールによって管理されていました。こんな状況なら、はい。そうです。それは弊社の Builder Tool Team を表す写真です。約2012年の、12年を境に、コミュニティの Python Packaging Solution は企業よりも速い速度で機能拡張しています。なぜ2012年は、ここは自分の予想です。2013年時、その弁当やトゥインや、この公開ツールいろいろが開発されました。多分こんな時代からそのオープンソースのコミュニティは、拡張のスピードがもっと速いと思います。さらに Python パッケージ、実は Python じゃなくてパッケージの問題はほとんど一般的です。企業はコミュニティソリューションを使ってパッケージ管理の問題解決することができます。このことは Python だけでなく他の言語もいます。例えば今ここで全て Python を抜いて、この問題は他の言語も同じです。つまり社内を同じのパッケージ問題解決しようとするとコストが高すぎる。これらの事実を踏まえ、きっと弊社ではコミュニティソリューションに移行する決断理由です。はい。では、コミュニティが問題解決したする後、コミュニティと企業にとって挑戦は何でしょうか。じゃあ、まずは、どのようにコミュニティと会社を穏やかに有利にするか。その理想環境です。企業とコミュニティ。もちろん、エンジニアが10人以下の小さいな会社の場合は、コミュニティソリューションを適用するの当然できるですけど、100人か1000人のエンジニア成長した場合でも同じことをしましたか？
明らかにそれはコミュニティが望むことではありません。一つ答えがあるとは思いません。しかし、企業とコミュニティ が協力合える環境になることためには何が必要でしょうか。自分の見解はお金です。はい、このページは個人的な見解、意見です。パッケージングソリューションは一般ですので、会社も、このフローの一部になるために、クラウドサービスプロバイダーになることです。開発者から、その下の三角、開発者から、お金を稼ぐために、クラウドサービスプロバイダーは最新のソリューションを提供する必要があります。新しいより良いソリューションを提供するために、そのクラウドサービスは、クラウドサービスプロバイダーはコミュニティに協賛する。そしてコミュニティは新しいソリューションを提供する。そんな環境です。ちなみに、その開発者とコミュニティの関係は、それ、その one for all, all for one の関係です。その能力と時間があれば、welcome to contribute。続いて2番目の課題は、learning curve です。ツールに加えて学ぶべきことが もっとあります。そのメタデータの基準のナンバーとツールのナンバーは加えて。この写真は、このプレゼンテーションを準備しているとき、私自分の気持ちを表しています。いくつかツール、例えば Setup Tool と PIP を使用したことがありましたが、まだ学ぶべきツールがたくさんあります。今回のプレゼンテーションがきっかけで、Poetry と PIPM で、新しいプロジェクトを作りました。そして、まだ使ったことがないツールもがあります。その後ろの DeepHell というツールです。そして、2番目の写真は、複数のオプションがある場合、適切なツールを選択すること、難しいことを表しています。これは私が公開ツールについて検索した時の状況です。どれがいいか、どの状況が どれがいい。これは、もうこの問題は、どうするか。私自分の見解は、毎年ツールを加えて多くの更新があります。じゃあ、これを克服するために、毎年コミュニティに参加するだけでなく、自分で知識をアップデートする必要があります。そして、最後はまとめ。一言で、古きを尋ねて新しきを知る。下の部分は、過去が何かあった。そして歴史と過去挑戦から学び、コミュニティのソリューションを理解する。その歴史の挑戦とコミュニティのソリューション、なぜ あそこがある、あった。で、コミュニティのソリューションを理解することによって、現在、今の挑戦、対処する、この繰り返した大切なのだと私は信じています。で、発表終了、予定時間、遅刻までまだ時間があるので、参考資料についてお話しします。最初はその歴史の部分です。こちらの資料、は PyCon、過去の PyCon 発表の資料になります。一つ目は Inside the C Sharp How Python Packaging Works は、PP ゴールクロックの、著者であるダスティンが SciPy2018 年で発表したものになります。
私の発表とは異なり、この発表はコミュニティ視点から Python パッケージの歴史を語っています。加えて、どのようにコミュニティが Python パッケージインデックスの使用について、決めたのか、今後何の使用を決める必要があるのかについてお話します。2つ目は、PIP 誕生する前、の Python パッケージの歴史についてのドキュメントです。マーティン、によって執筆されました、はい。その他の発表とドキュメントは、PIPENV と、Poetry と Wheel の誕生背景について、のものです。もし Python パッケージの歴史について興味があったら、最初の2つ資料を読むことをおすすめです。もし現代なソリューション、その下、興味がある場合は、その下3つの資料を読む、見てください。はい、次は Python パッケージに関する発表と資料になります。1つ目は Python パッケージFrom Init to Deploy は Dev が PyOhio 2015年発表したものになります。彼は Setup Tool や公開 Tool を使って一つの Python 作品をパッケージ化する方法について解説しています。もし PyPI にどうやって新しいパッケージを作成するのか興味があれば、この発表はとてもいい情報になると思います。2番目は The Black Magic of Python Wheel はエリーナが PyCon 2019年で発表したものです。この発表では Wheel のインストールフォーマットについて詳細に解説しています。もし Wheel が持つ可能性について興味があれば、ぜひ発表を見てみてください。もし Python パッケージにおけるバイナリーファイル扱いについて興味があれば、この3つ目資料はとても参考になります。私の発表ではバイナリーファイルについて触れていません。しかし Python パッケージにおけるバイナリーの扱いを理解できると Python パッケージの歴史がなぜ複雑なのか理解することができると思います。もし興味があればこちらの資料を見てください。最後に仮想環境に関する発表の資料です。一つ目は、これ、古いトークです。Reverse Engineering Ian Beacon Brand Inside PIP and Virtual Env は、Carl が PyCon 2011年で発表したものです。PIP の実装と Virtual Env の仕組みについて学ぶことができます。もし現代的な Python パッケージの実装興味があれば、見逃せない発表です。そして最後、EuroPython 2019年の発表は、2019年時の仮想環境について語られています。はい。じゃあ今日の発表についてを以上になります。最後までにご清聴いただきありがとうございました。はい、35分。発表ありがとうございました。それでは質問の時間を設けます。質問のある方いらっしゃいますか？ Zoom の機能で挙手をお願いいたします。はい、じゃあ、一番問題はパッケージの進化の流れは他の言語でも同じなのかです。じゃあ今日本語を、答えして、でもご不明点は後でその英語のトランスレーション多分そのスラックの中にテキストします。じゃあ私自分の見解は、言語によって状況が別々です。例えば、その新しい言語 Rust は、最初時、そのパッケージの
問題はみんな知っています。なので、そのカーゴは最初の時、そのロスター、イントロデュースの時、カーゴが現れています。開発されています。ですが、そのロスターの言語はこの問題がないです。そのロスターを使うの人は最初の時、カーゴ、みんなカーゴを話して、カーゴをそのパッケージングと、インストーラー使ってできます。そして Python は、の状況は違います。Python の状況は最初の時は Python はスクリプトラングージ、何もないです。そして、時間に進化によって、Easy Install や続いて PIP、そして今の Poetry とか。これは実際に PIP は問題がいっぱいがあります。そのさっきの、そうさっきこれ2018年その PyCon のトークの中に、中にその説明したと。その実際に PIP はその Lock File の概念がないです。ですが、Python の状況は歴史によって、何の問題があったら何の問題を解決した。そして他の Python 存在の、開発者は多分新しいの解決ソリューションは採用しないですが、その Python の状況がそんな感じです。そして他の言語、例えばその Ruby と、JavaScript は、Ruby は、Jim とものでがあるんですが、JavaScript は最初の時、最初じゃなくて、でもそのマジョル、多分2008年の時、NPM のものが、もし JavaScript のパッケージを開発したいなら、NPM とか使います。多分そしてその自分の意見は、言語によってちょっと違いますですが、実際に、パッケージの問題は同じです。はい。はい、これは一つ目の問題の答えです。じゃあ二つ目は、他のコミュニティと比べて Python パッケージの現状はどう思いますか？まだ未来で予想ありますか？自分の感じは Python コミュニティは他のコミュニティの状況はもっとフレンドリーと思います。コミュニティと比べて、でも自分は、コミュニティコールデベロッパーじゃなくて、そのコミュニティの未来のどうなの方、ダイレクション、どこへ向いて、これは、私は多分ディシジョンは決まってないです。ですが、自分はそのコミュニティの態度は他のコミュニティ比べてもっとオープン、そして意見も切られています。ですが、もし自分能力と時間があれば、多分その意見を例えば去年、ダスティン・イングラン、PyCon JP を来て、その状況が、その機会があれば、その自分の気持ち、そしてその、意見は、そのコールメンバーを、ディリバーしたですか、はい。ちなみにこの問題の、その、The people who ask this problem. そう、この問題の人は実はその PIP の開発者です。
発表資料に置くツールができてしましたが、あ、そうですね、その実はもし何のツール使えるか知らないなら、その今興味があるの、クライテリア、エリア、興味があるエリアとパッケージを使えると、その何のツール、あのツールの何のパッケージングソリューションを使える、あそこから勉強するが必要、多分十分と思います。ありがとうございます。そうですね、他に質問のある方いらっしゃいますか、はい、いらっしゃいました、挙手お願いいたします。では私から質問あげていいですか。あ、はい、どうぞ。ありますね。Zoom のチャットから質問を拾わせていただきます。発表資料に多くのツールが出てきましたが、必要最低限知っていればいいパッケージは何ですか。いやいや、さっきこの答え、すみません、さっきこれは答えした。はい。その興味があるのツールと始めて、そのあのパッケージのツール、あのパッケージの何のパッケージングツールを使うと、あそこから勉強するは十分と思います。はい。では私から質問いいですか。はい。今の Python のパッケージングで足りないと思わ、今機能が他のコミュニティに比べて弱いとか足りないとかいうところってございますか。はい。この答えはあるです。その一番のチャレンジは、挑戦は、さっき話したその one for all solution いっぱいがありますけど、すべては Rust のカゴじゃなくて、そのオプションです。そのもしコミュニティはみんな PIPM を使おう、みんな Poetry を使おうと、その強いの力あれば、多分 Python、みんなさ今パッケージ使うの時、多分その大きいのオプションじゃなくて単一のオプションが、これは挑戦です。その単一のオプションはないですが、いろいろオプションがある。これは、多分今コミュニティの挑戦です。はい、ありがとうございました。では時間になりましたので、母さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。